1月20日月曜のしくじり先生は、まさかの先生2人から学ぶ2時間スペシャル。まずはもろに影響を受けましたね伝説のヒッチハイク芸人、元猿岩石森脇和成先生がゴールデンに久々の登場。というわけで、森脇ゼミを開講します。11年前に芸能界を引退した森脇先生、今現在は僕あのサラリーマンをやってます。ついに一般の人先生やるんですか。これまで語らなかった引退の真相を大告白。はい、根気がなかったからなんです。これバイト辞める理由も大体これなんですただですね、元芸能人だった僕が一般社会で働くと、はい、4つの地獄が待ってます。芸能界引退後に待ち受けた地獄とは、次のページご覧ください。ヒッチハイクいじり地獄、森脇先生が経験した波乱のしくじり人生。ただこれ地獄の入り口です。やだね。この教科書、これを作っていく過程でですね、自分の人生をじっくり見直すきっかけになったわけですよ。森脇先生から根気強く生きる大切さを学びましょう。さして突然ですが、皆さんに重大発表があります。授業のラストには衝撃の展開が。生徒たちのそれぞれの重大発表とは。さらにあの先生の登場に生徒たちもビビりまくり。先生2時間スペシャルは7月20日月曜夜7時から。